なんでこの時に、まあ、現場監督 YouTuber におかしいおかしいおかしい意味変わってくるから、ね、おかしい現場監督 YouTuber？ 現場監督と YouTuber をする人であって、まあ、現場監督 YouTuber ではないかも今日の現場はこちら今日俺だけはやってくるんだよ、まあ、東海ランヤと現場監督の両立は最難儀ですね。どっちも僕にとっては本業だったんで、はい、とはいえ一人しかいないんでできることは限られてるじゃないですか、うん、なんで、まあ、まずは休もうと思うことを禁止するということから始めましたね。おぉストイックですねなんで、まあ、週5で現場からだけは収録もかサラリーマンやって週末は東海オンエアの方へ、夜でもまあ必要があれば戻ってきたり、まあ、平日の日中のどうしてもな案件とかイベント出演とかそういうのは青山建設のルール内でどうにか時間を作ってくるという形に落ち着きましたね。で最後これですね、見てください、あそこに工事現場があるんですよ。すごいね。休憩の時間なんですよ。はい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 、僕はスポーツドリンクを差し入れしたいと思います。嬉しいよね。いや嬉しいって。はい、じゃあ買いに行きます。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。すいません、ちょっといいですか。暑い中お仕事お疲れ様です。差し入れ買ってきました。お名前は？お名前は東海オンエアです。東海オンエアさん。はい、皆さんでどうぞ。ありがとうございます。はい、監督さんには間違いなくお渡しします。はい、お願いします。いや素晴らしいでございますね。ありがとう。いくら何ポイントかわかんないですけど買いますか。はい、これはもう非常にですね喜んでいただいて、これは嬉しいでしょ、作業員の方は。めちゃめちゃ暑い中作業しちゃって、いやそう考えるとみんな今までの振り返りが楽しいと思いますよね。何個かあるだろう。夏真っ黒だしね俺そうだよねマジでヤバいよねそれもあるんだよね。ヤドモトカヤのってやつやと、リョウト、虫にやりだ、ヤドモトカヤの芝居と、リョウト、虫にやりだ、イエイイエイ、俺はリョウだ、絶対イエイ。で、僕って東海オンエアだったんですよ、当時から。しいね、もう当時がちょうどチャンネル登録者数40万人ぐらいなんで。へぇ、そんなことか。はい、その時ですらなんかちょっと岡崎だと普通に働くの大変だなと思って、うん、外で働く仕事なんで、うん、もう岡崎で俺っぽい人いたら俺じゃん。まあそうね、それはちょっと行きづらいなというわけで、もうここでやむを得、岡崎を出よう。なに、岡崎いなかった俺を送るそうなんですよ、俺岡崎にいなかったんですよ今の今までずっと騙されてたんだ俺たちは岡崎大衆6人組って書いてあったのに騙されたんだな。続きが気になる。どうやって見つけたかっていうと、普通にキクナビだったかマイナビだったか、まあその辺でさっき言ったような条件入れてあいう用心に並べたんですよ、うん、そしたら出てきた会社が青山建設会社いや上だな、めちゃめちゃ上だね。これが豊橋市にあるんですね。あ岡崎の隣の隣で、まあ、名古屋より近いし、まあありかもしれんなと思って、うん、あ、何電話来た。なんだよおい、豊橋公園にいるから。あ、え、豊橋公園こんなあんの。まだ7時間経過、これです。今こんな感じ。ちょっと本当に腰がやばい、本当にやばい。なんとですよ、はい、東海オンエアの亮が来てくれました。イエーイさあまだねちょっと来るまで時間かかるみたいなんですけどね、はいはい、頑張って待ちましょう。いや帰ります。はいはいはい、あざす。4時半にってツイートしたじゃん。4時半もう6時半になるよもうみんな一回車入った方がいいよ絶対、あと1時間かかるからこんな遅いと思わなかったって思わなかったね。じゃあねまた後でバイバイしましょう。多分目の前からりょうくんが、りょうくんらしき人が来てるでごわすね。あ、やっぱりょうくんだ。りょうくんでごわした。お疲れ様でごわす。こっちのセリフだよ、こっちのセリフだよというわけで料理をしていきたいと思うんですけど、まずはこれ芝居のね、うん、シーフードのにお湯を入れて放置しておきましょう。はい、で、やっぱ麺、そばとラーメンとご飯を全部使わないと、カツ丼が好きだからご飯もいるんだよ、うん、そうした時にご飯と麺が共存している食べ物って、今んところ豊橋カレーうどんしかないんですよこの世には。豊橋カレーうどんってカレーうどんの底にご飯があってとろろがあって、その上にカレーうどんがあるっていう意味不明な食べ物なんですけど、うん、あれめちゃめちゃ美味しいんですよ。カレーうまいですね。はい、最初のグーじゃんけんぽい。はい、オッケー。じゃあみんなで、ね、豊橋のすき焼き屋に行きましょう。あ、ちょっと遠い。うざ。ここで言うパターンだった。みっても映してほしかったよ、俺の顔完全に。ちょっと待ってよ。今のそうだ。顔になっちゃったもん。やったー。
思ってた。1時間かかります。うざいな。京都と変わらんやん。大型でいいやん、もう。あんま変わらんやん、京都と。新幹線でしょ。なんで。はあ、まあ行きましょう。まあまあ、おお、すごい。よいしょ、打ち方がうまい。よいしょ、いきましょう。いいですか、はい、昨日僕のなんかちょっと飛んでもらったんですよね。はい、すごい飛んでもらったよ。だからなんか分かっちゃった。いや、分からない、分からない。ちなみに図面描いて俺これで発注したじゃんね。すげえ、描いたの。いや、もうなんかないから、既存のものじゃないから、そんなものは売ってないから俺が外注したんで。はい、僕が外注したものこちらです。おお、ベッドです。ベッドが10センチずつ短くなったらいつ落ちるのかという動画を撮ります。おお、やった、やってた。いや、久しぶりすぎ。ねえ、最近本当コメントにね、出てた量は出ないんですけど、忙しいのよ本当に。で、今回その代表の表現者をりょうくんにしようと思ってたんですよ。ですが今日ちょっとね、用事で来れないということで、まあ、一番うまく思いっきりやってくれたろうなってことで、としみつにね、表現者やってもらおうと思います。今言いましたね。今初ですけど。今日はね、みんなにどういう遊びをしてもらうかというとね、はいはい、やっぱりこの東海オンエアの4人はあれ なんで自分で自分がわからない。今日ちょっとりょうくん用事があって来れなかったから、代わりにこっち来たみたいな。今日来れなかったからマスターが来るシステムだ。今ちょうどオフ会が始まったぐらいの時間なんですけども、あのハーロンめ、今日はね、まあ亡くなったってことで、りょうちんの家に集まっております。シロップソーダストリームにシロップ入れるとコーラジンジャー。ソーダストリーム専用のシロップ。なんてしゃれてるんだ。9時を迎えました。イエーイ、やったー、すげーよー。でも僕が手橋に住んでるのがバレたらめちゃめちゃ住みづらくなっちゃうし、まあ、働きづらくもなってしまうし、はい、青山建設さんにどんな迷惑が来るかも分からないじゃないですか。なんでそんな時に取った僕の行動がこちらなんですよ。冬がこのスタイルで。おお、誰だよ。誰だよ。夏がこのスタイル。これだったの。夏もこれでいつも過ごしてたんですよ。やばい、マジでコンビニにこれで入るんですよ。初めて見た。普段目しか出てないみたいな。この格好を確立してからはマジで9割方バレないの。すげえ、なるほど、貫いたんだ。確かだってここからだもんね、あのさ、作業員の格好が一番バレない。そうだね。作業員の格好一番変装でバレにくい説。はい、ということで若干バレましたけど、ほぼバレずにいけるんじゃないかなということで。すごいですね、このステレス性能は。あの、固まってましたしね、バレた時は。そうそうそう。じゃあ、まだ海丸さんじゃないか。どうだ、もし俺らが将来食うに困ってこれできない襲ってきたら困るだろ。お前らが食うのに困ったら俺が食わしてやるよ。あー好き。自分の醜さが怖い。やばいな、俺らのおっさんが心だったのかもしれない。そうだな。